ドクタースランプは、鳥山明による日本の漫画作品。週刊少年ジャンプにて1980年5.6月併号から1984年39号まで連載され、月刊少年ジャンプ2007年4月号には2007年特別編が掲載された。全員18巻の単行本以外にも、1991年に、愛蔵版。 1995年から1996年に文庫版2006年から2007年に完全版が発売されている。ペンギン村に住む発明家、のり巻千兵衛が作った女の子タイプの人間型ロボット、ノリマキアラレのりキやられのハチャメチャな日常を描いたギャグ漫画。基本は1話完結型だが、千兵衛と緑の新婚旅行や、 運動会の話など複数回にわたって続くときもある。当初は、のり巻き戦表へを主人公として毎回発明品で失敗するという方向性のストーリーであったが、担当編集者の鳥、島和彦の強い主張により、あられを主人公に据えて展開された。また、本作が短期打ち切りとなったときのことを配慮し、 連載開始前からすでに鳥島と次回作の打ち合わせをしていたことも明かしている。作者の鳥山が大の車好きということもあり、扉絵にはあられが自動車を運転する場面などが多く描かれた。しかしあまりに描きすぎて担当の鳥島に注意されたこともあった。大概は鳥島の意向を組んできた鳥山であったが、恋愛漫画を描くのが大の苦手であり、 あられとおぼっちゃまんのラブシーンの要求には気が進まず拒否したという。1981年4月にはドクタースランプあられちゃんのタイトルでアニメ化され視聴率36.9%のアニメ視聴率歴代3位を記録する大ブームを巻き起こした。原作が少年誌掲載でありながらもその人気は女性や未就学児にまで広がった。 同年12月に発売されたジャンプコミックスの第5巻はアニメのヒットに伴いそれまでドラえもんが保持していた日本におけるコミック単行本の初版部数を上回る初版130万部を発行第6巻では初版220万部とその数をさらに伸ばした累計発行部数は3000万部を突破している1997年には2回目のアニメ作品 ドクタースランプが放送。作者の鳥山がキャラクター原案、監修を担当している。また、V ジャンプにて1997年12月号から2000年7月号までリメイク版のドクタースランプ漫画版が連載された。こちらは単行本化されていないが、2008年3月21日に発売された TV アニメ。 ドクタースランプ DVD ボックスの特典として復刻コミック化している。鳥山の自作ドラゴンボールでもペンギン村が舞台となる話があり、本作のキャラクターもゲスト出演し、話の大筋にも絡んだ。ドクタースランプ連載終了時の設定であり、太郎が警察官になっており、あられたちはまだ高校を卒業していない。街頭部分がアニメ化された際には、 ドクタースランプアラレちゃんと同一キャストの声優陣が出演した。2016年にはドラゴンボールスーパーの第69話に本作のキャラクターがゲスト出演し話にも絡んでいる。こちらも悟空とアラレは面識があり原作で死んだマシリトが幽霊として登場するなど連載終了時と同じ設定だった。悟空とアラレが出会ってから 作中の時間軸的には少なくとも20年以上経過してるはずだが、ロボットであるアらレとおぼっちゃまんや、宇宙人であるニコちゃん大王以外のキャラクターも全く年をとっていないほか、ガッチャンも二人のまま。キャラクターデザインは原作及びアニメ第一作に準じているが、アらレ以外の声優は後の作品で担当したものを起用しており、とドクターマッシリとは、 第2作のやらゆ作と、沖谷流太郎、ガジラは、ドクターマシリと暴れちゃん以降のメディア作品の西原、久美子が担当している。ノリ、マキアラレやその同級生などのペンギン村の面々が、主として登場。時折、様々な宇宙人などもゲストキャラクターとして、姿を見せる。年月ペンギン村では、日付の月の部分は、 通常の XX 月の代わりに、魚などの水生生物の名前を使用している。小説、ドクタースランプによると各月との対応は、表の通りである。これらの頭文字をつなげると、ハニホヘとイロハザペプシとなり、ペンギン村の小学園で真っ先に教えられる、こととされる。年については、本作中では、連載時の現実の世界に合わせた戦歴が、 使用されている。作中の季節は掲載当時に合わせてあり、現実に合わせて夏休みやクリスマスなどの話も描かれた。作中の時間経過は現実に合わせてあり、千0 0票への年齢は連載当初では28歳だったが、終盤では33歳になっている。また、あられたちも進級し、終盤では、 高校生だった太郎が就職したり、あられやあかねが自動車の免許を取る話もあった。住民人間と共に、人号を放し二足歩行する動物も、数多く在住し、人間と同等の権利を有している。その一方で人号を放さず二足歩行しない動物も、生息。架空の動物や、怪獣の類も数多く在住、あるいは生息し、モブキャラクターには、 モビルスーツなどもおり、かなり混沌とした状況となっている。鳥山が愛知県清須町出身ということもあり、その地域で使われる方言の名古屋弁が作中で多用されている。住民の気質は総じてのんきで大らかであり、細かいことは気にしない人々ばかり。作中でも身の代金目的の誘拐や銀行強盗などの凶悪犯罪が何件か発生していた。 怪獣が暴れた時には、ウルチョラ警察隊が応戦することもあるが、隊員が乗っている戦闘機の武器は、投石だけ。家賃が払えなくて追い出されたヤクザが、隣村から、ペンギン村に初めて現れた時には珍しがって、大勢の村民の前で壇上に登らせた。第2回ペンギングランプリで、あられが、村長になる前は、メガネをかけたペンギンが村長だった。 アニメ第一作の千氷絵が警察署長役で登場する話では村は平和でのんびりとしているようにも見えるがアホしかいないだけに犯罪件数も決して少なくはないと治安の悪さを物語るエピソードが存在する作中では何度も土田舎であることが強調されており風景は山々や地平線ばかりが覗き民家もなだらかな平地や丘陵にまばらにしか 存在しない。海岸には灯台もあり、村には蒸気機関車も走っている。ペンギン村で一番高い山、12の3ではサンタクロースが弟子の八竜に修行をつけている。レストランはペンギン村の州にとって憧れの存在で、ペンギン村では9000円あったら自動車が買えてしまう。村の中学生たちは地下鉄やエスカレーターも知らなかった。 玄五郎島には、アゲハ町、モンシロ町、カナリア村があり、ペンギン村の南部にある海峡を隔てた離島には、カモシカ村がある。高校も、玄五郎島には、ペンギン村村立高等園以外に、あられに一目惚れした番長が通っている、カナリア高校もある。地球本作の主な舞台となる太陽系の惑星で、神様は、このように、 美しい星は滅多にあるものではないと称賛している。基本的には、現実世界の地球と同じ設定で、作中でも、複数の国が描かれており、日本、中華人民共和国、エジプト、ニューヨーク、スイス、フランス、ナイル川、ナナバ王国、チャカボ王国、オーサム地方、北極、南極など、実在の国と架空の土地が入り混じっていろいろと、登場している。 日本では、メインの舞台となる言語老島の他に、日本本土で、名古屋も登場しており、マシリとは、千葉の地名も口にしている。その他の舞台作中では、太陽系の天体以外にも、いろいろな天体が登場する。他には、死後の世界、あの世も登場する。作中の天体は、あられたちによって何度も割られたり、粉砕されたりしているが、 いつの間にか元通りになっている。どうやって元に戻ったのかアシスタントの松山が尋ねたが、鳥山も答えられなかった。宇宙には銀河系を担当する神様がいる。神様は普段宇宙空間に浮かぶ小さな雲の上に立っている和風の平屋に住んでいて、愚かな文明が栄え、取り返しのつかないことをしてしまった星がある時は自分の手で消滅させることもある。 知的生命体が生まれ始めた星には、部下の天使を送り込んで危険な文明が栄え始めたら、食べ尽くすという任務を与えることも、あられや千氷絵が暮らす時代の地球は、神様から見て危険な文明が栄え始めた状態に、あったらしい。宇宙には、宇宙警察もいて、惑星花の江戸支部に所属しているえ、意地は身長こそ地球人の半分くらいだが、数百万光年の距離を、 瞬間移動できる機能を備えた宇宙船に乗っている。作中では地球以外にも知的生物の住む星が多数あり、占領や壊滅を目的に地球へやってくる凶悪な宇宙人も少なくない。太陽系惑星には地球の他にも民宿や旗子があるらしく、千氷絵が予定していた新婚旅行は金星の民宿で一泊して、冥王星の旗子で一泊する。 銀河系の旅2泊3日だった。また、作中には登場しないがブビビンマンの故郷のハエ文部、生がある。また、柿以外にも、水星や金星、火星は、あられとキャラメルマン一号の戦いで登場しており、キャラメルマン一号がぶつかり、ひびが入った。火星は、ニコちゃん大王の初登場回でも出ている。原作で登場した、発明品アニメオリジナルの発明品。 キャラメルマンここでは、原作とアニメ一作で登場した、キャラメルマン全9体を挙げる。キャラメルマンシリーズとはドクター・マシリトが制作した、ロボットやマシリトが自分を改造したサイボーグで、原作では9号まで登場している。しかし、鳥山が一部重複した番号をつけているため、マシリトが自分を改造した、キャラメルマンを全部含めると11体いて、 ドクタースランプ2007特別編ドクターマシリとアベールちゃんで今までの原作に登場したキャラメルマンを解説した特集ではーと訂正がなされていた原作アニメオリジナル劇場版オリジナルその他の発明品2作ともフジテレビ東映アニメーション制作フジテレビ系で水曜日19時19時30分に放送された鳥山も当時の単行本で アニメ第一作はちゃんと見ていると話していた。すべての書籍に全話収録されている。ただし、2007年特別編は、すべての書籍において未収録。リスト鳥山明、ドクタースランプ集営者、ジャンプコミックス、全18巻。リスト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 、月刊少年ジャンプ2007年4月号にて、 鳥山が連載デビュー作、ドクタースランプ復活作品として執筆した、読み切り漫画、ドクタースランプ2007特別編ドクターマシリと、アベールちゃんが掲載された。漫画の前には、本作に出演したアニメ第1作のキャストである、小山真美、野沢町、古川敏夫、佐藤正春、大竹広史、千葉茂のコメントが掲載されており、漫画の後には、 暴れやましりとジュニアを含めた登場キャラクターの関係図や今までのキャラメルマンシリーズの解説、鳥山による回答コーナーが掲載されている。2007年3月3日にはワンピースエピソードオブアラバスタ砂漠の王女と海賊たちの上映前に上記の漫画を原作とした5分のショートアニメドクタースランプドクターましりと暴れちゃんとして同時上映された。 スランプ・ザ・ボックス・ムービーズに映像特典として収録されている。アニメ第一作の最終回から約1年後を描いている。スランプ・ザ・ボックス・ムービーズを発売元の集営者、フジテレビ、東映アニメーション、東映ビデオのいずれかでオンライン予約すると、ドクター・マッシリとアベールちゃんの扉へのカラー原画を使用したスペシャル光学式対応マウスパッドがもらえた。 ありがとうございます。